グリコーザグリコーザはグループの名前を指す場合とボーカルのナターシャのことを呼ぶときに使われる名称。一応バンドメンバーもいる。ボーカルのナターシャヨノバはロシアの歌手。ナターシャはソロでテレビにグリコーザとして出演することも多い。ナターシャはコンピュータプログラマの両親のもとに生まれた。子供の頃はバレエとチェスを趣味とし、子役としても活動した。 出演作は映画ではトライアンフとウォー・オブ・ザ・プリンセシーズ。そしてテレビシリーズジェラ・ラッシュの数エピソードに出演した。彼女は2006年に結婚した。なお、2006年にはテレビ番組スターズ・オン・アイスに出演し、数ヶ月に及ぶ特訓の末スケートを披露した。またコメディ映画ラッドアイサムに出演しており、彼女は マーシャという役で出演している。同映画は2007年9月プレミア予定。ぜ、ぜいち、ぜいにリバース、ぜ、ぜい、ありがとうございます。